平野紫仕様の脱退とドラマ運に悩む黒島決裁、ロサギとちむどんどんの舞台裏。チムどんどんからの波乱、そしてクロサギでの新たな挑戦。今年4月から9月まで放送された NHK 朝の連続テレビ小説、チムどんどんは、視聴者を驚かせ、ネット上で、ちむどんどん反省会を生み出すほどの反響を呼びました。 黒島決再演じるヒロインの信子や、その兄である、ニーニー、こと研修、リュウホシリョウ、の濃いキャラクター設定やストーリーの雑さが話題となり、その後、11月4日に発表された、現代用語の基礎知識1 0 0二2 0 2 2キャンシン語流行語大賞にもノミネートされました。 主催者は、毎朝のドラマの展開に、ワクワクよりも、ドキドキして心配になる、という声が多かった、とコメントしています。しかし、この反響の中で注目されたのは、黒島結菜が、ちむどんどん、のネガティブなイメージから脱却しようとしている TBS 系ドラマ、黒詐欺、への出演でした。しかし、第一話終了後には SNS へで、やつれた。 ちむどんどんの好意消化といった感想が相次ぎ、黒島のドラマ運に疑問符がつきました。そんな中、11月4日、新たな波乱が訪れました。ドラマ、黒詐欺の主演で知られる平野市洋が来年5月にキング・クソ脱退し、ジャニーズ事務所も退場するという発表がありました。この発表に対して、ファンや テレビ式者からは驚きの声が上がり、ドラマ、クロサギの進行にも影響が出るのではないかとの懸念が広がっています。クロサギでの黒島決ツへの影響、チムドンドンの余波とファンの声、クロサギがスタートしたばかりの11月4日平野潮の脱退発表がファンやメディアに衝撃を与えました。テレビ式者が11月4日に第三話が終わったばかり、 キンプリファンからは、せめて最終回の後に発表して欲しかった、との声が出ています。一方、黒島は、ちむどんどんで叩かれ、新規一転を図ったこのドラマでも、騒動に巻き込まれてしまったわけですから、とことんついていない。同情しますよ、とコメントするなど、現場からは戸惑いと同情の声が上がっています。 チーム、どんどんでのネガティブな反響がまだ冷めやらぬ中黒島が新たなドラマに挑戦する中での平野の脱退は彼女にとって追い風ではなくむしろ逆風となりました。ファンからはやっと新しいドラマで頑張っているのにまたトラブルが起きるのはかわいそうとの声が相次いでいます。その一方で黒詐欺においても黒島の演技力に対する高評価は続いており、 彼女自身は、今回の作品で新たな一歩を踏み出したい、とコメントしていました。平野仕様の脱退、キンプリファンとドラマ制作陣への反応。平野仕様のキング・アンドクス脱退とジャニーズ事務所退場の発表には、ファンだけでなく、ドラマ、クロサギの制作陣も驚きと混乱が広がっています。ファンからは、 せめて最終回後に発表して欲しかったとの声が上がり、彼の脱退がドラマの進行に与える影響についての懸念が広がっています。ドラマ制作人もこの発表に戸惑いを見せ、第3話が終わったばかりで、まだまだドラマは進行中。今後の展開にどう影響するかはわからない、とコメントしています。 ヒラの仕様はドラマ内でキャラクターを引っ張る存在であり、その突然の脱退が物語にどのような変化をもたらすかは予測が難しい状況となっています。キンプリファンからは、彼がいないとキング・アンドピスはどうなるのか、ソロとしての活動が楽しみ、といった様々な声が寄せられており、平野のこれからの活動に対する期待が高まっています。クロサギと黒島決裁。 再び注目される作品に求められるもの。黒詐欺は平野潮と黒島ケツナの共演で期待されていた作品でした。しかし、平野の脱退によってドラマの進行が不透明となり、ファンやメディアからは懸念の声が上がっています。一方で、黒島ケツナに対する期待も高まっており、ちむどんどん。 でのネガティブな反響を払拭し、新たなキャリアのスタートを切りたいという彼女の意気込みが感じられます。ドラマ、クロサギの制作陣も平野の脱退によって様々な調整が必要となる中、黒島ケツナには再び注目される作品において、その実力を発揮する場となります。 彼女自身がクロサギにおいてどのような役柄を演じ、どのようにファンや視聴者にアピールしていくのか、今後の展開が注目されます。未知の舞台で輝く黒島ケツナとロサギの新たな展開。 平野紫仕様のキング・アンドプス合体とジャニーズ事務所退場の発表がドラマ、クロサギに波紋を広げつつも、その中で輝く存在が黒島ケツナであることは間違いありません。彼女は、チム・ドン・ドンでの難しい役柄やネガティブな反響にも負けず、新たなドラマに挑戦し続けています。 黒サギは未知の舞台となりましたが黒島結菜がどのようにその場で輝きファンや視聴者に訴えかけるかが今後の注目ポイントです。平野紫耀の脱退によってドラマに不安を感じる声もある中で彼女が持つポジティブなエネルギーと演技力が作品を支え新たな成功に導くことでしょう。未知の舞台で再び輝く黒島結菜の活躍に期待し、ドラマ 黒サギが新たな展開を迎えることで、ファンや視聴者にとっても心地よい驚きが待っていることでしょう。